久保さん、正直者はバカを見るってあるじゃないですか。正直者はバカを見る。お金は正直、お金はバカを見るんでしょうか。バカを見てるのは自分ですよね、多分ね。<laughs> お金はいつも一緒なんですけど、まあよくお金をたくさん、なんかその宝くじで当てて人生がどのこうのっていう人がいたりとかするじゃないですか。でもそれっていうのは、 うん例えば、前ー社長1000億円ぐらいは、まままあ、まあまあ、合ってますけど、破産してますかっていう話で。だからまあ、力量ですよね。なまあ、自分の考え方だとか、マインドセットだったりとか、経験値がない状態で、お金が入ってくると、結局、お金にコントロールされているというか、自分を見失うというかね、うんなんですかね。お金はまあ存在していて、お金は別に、なんだ、そのままなんですけども。 自分が変になっちゃうみたいな結局だから何すかね自分が全てというか自分の考え方とか自分の捉え方とか自分の力量とか自分の経験がまあ結局その光景を映してるものなんじゃないかなと思うんですよ絵とかもそうでその人がその絵を見ると何億円の価値があって X さんが見ると何億円の価値はないんですよ でも絵は存在して絵は正直なんですよ <laughs>。うん。だからまあ、何すかね、うん。正直に生きても幸運を手に入れることもできるだろうし、正直に生きてバカを見ることもあるだろうし、それは結局自分次第ってことなんですよね。うん。あれ、なん、正直者はバカを見るって何で生まれたんだろう。久保さんだったら知ってるかもしれないな。 あれ、なんですかね正直者はバカを見るうんこれなんで生まれたんだろうなこう言葉の由来ってなんでこれ生まれたんですかねうん正直者はバカ正直者はバカを見る うん、まあおそらくなんですけども何すかねなんかそのニュースをつけるとね政治家が汚職したりとかなんかそれでなんだお金抜いてるとか天下りとか、まあ、そういうニュースがあったりとかするので、まあ、結局正直者に働いて税金を納めててその税金がそういうふうに使われて。 比喩するみたいな感じで生まれたのかなうん。正直者がバカを見る。うん、何なんでしょうかね。はい。いってらっしゃい。